ここまで沖縄含めですけど、コンディションはいかがですか？まあ、沖縄の時はちょっと疲労感とかあったんですけど、まあ、熊本入ってからは、まあ、3日間オフあってリフレッシュできて、まあ、コンディションいい状態でやれてるなとは感じてます。3日間のオフは北海道帰られたんですか？帰りました。どのように過ごされましたか？まあ、家族で函館の方に行かせてもらいました。あの以前お話を伺った時、奥さん1人に子供3人と犬もたくさんいらっしゃるということで、相当大変な思いをさせているという話でしたけど、3日間も結構大変でした。まあ、結構もうなんか下の双子がちょっと動くようになって、めちゃくちゃ大変そうでしたね。まあ、2人でも大変なぐらいなんで、めっちゃきついと思います。その中でもいいリフレッシュにはなりましたか？まあ、やっぱ家族に会えて、まあ、癒されました。普段はあの YouTube 拝見したら、なんかたまに電話してるってお話されてましたけど。そうですね、たまに電話します。まあ、熊本はあ沖縄の時2人部屋だったんで、まあ、熊本はもうちょいできると思います。毎日パワーもらえそうですか？もらえますね、はい。あの髪色がまたしっかり金髪になってますけど、あれ沖縄の途中からですか？そうです。向こうで染めたんですか？そうですね、オフの時に知り合いのところに行って染めました。また久しぶりの金髪ですけど、お気持ちは？やっぱ黒髪だとちょっと老けて見えるんで、まあ、今年は染めていきます、多分。今年は金髪に？そうですね、もう今年6位になるんで、さらに老け顔になっていくと思うんで、ちょっと金髪でちょっと若返らせていきます。若く見えたいんですね、やっぱり。そうですね、ちょっとはあの若く見せたいです。でもあれですね、あの東野くんとかと違った、またちょっと薄めの色ですよね。こだわりはちょっと銀色っぽくも遠くから見たい。そうですね、ちょっとめちゃくちゃブリーチで抜いて、まあ最終的には多分ああいう系になると思うんですけど、でもまあその時にはまた抜きます。あの昨シーズンは自身の、まあ、節目のいろいろ記録も塗り替えたいいシーズンだったと思うんですけれども、まあ、数字も3ゴールで菅キャノンも出たというところで、ご自身にとっては満足のいくシーズンだったのか、まあ、もっともっとっていうところだったのか、振り返っていかがですか？いや全然、まあ、記録は抜け、まあ、作れたかもしれないですけど、まあ、結果としてのところでやっぱりまだまだなところが多すぎるので、やっぱ今年はやっぱりもっと得点に絡むプレーっていうのを増やさないといけないなっていうふうには去年感じましたし、まあ、それをすることによってチームの価値っていうのが増えていくんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、今年はもっとゴールに絡めるシーン、まあ、攻守ともにゴールに絡めるシーンを増やしていきたいなっていうふうに思います。あの先ほども YouTube のお話したんですけど、まあ、菅選手から結構、まあ、タイトルを取りたいみたいな明確な言葉が聞けるのってなかなかこれまでなかったなというふうに思うんですけど、ちょっとそのチームのことを意識したりっていうところで心持ち結構変わってますか、このシーズンは？まあ、一応去年も最初の時はタイトルをっていうようなことは言ってましたけど、まあ今年はまあ選手、主力的選手も結構抜けた中で、まあ新戦力っていうところが、まあ結構ミシャさん1年目の時も、札幌に来て1年目の時も、まあ、最終順位は4位だったんで、まあ、新しい選手が入ってきたら、まあ、そういうような上位取れたりとかっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、新たな気持ちで今日も初心に戻って、まあ、しっかりミシャさんの言うことをしっかり聞きながら、まあ、120% 戦い続けれたらなというふうに思ってます。今シーズンの宮澤選手から新野選手へとキャプテンが
渡されました。アカデミー出身の選手としては初というところで、まあ、後輩としてはその姿どのように見えてますか？まあ、あそこが変わっても別になんか去年も結構、まあ、たくまくんはまあ結構リーダーシップっていうか、まあ、チームまとめるのも上手いと思いますし、まあ、去年もそのひろきさんキャプテンでしたけど、そのたくまくんが結構チームに気を使って声かけとかっていうのはやったりとかしてたんで、まあそこは別になんか何のあれもないですけど、まあ、やっぱアカデミーの出身選手としてそのキャプテンになるっていうのはやっぱり誇りに思いますし、まあ、自分はやりたいとかは思わないですけど、まあ、やっぱやるっていうふうに言う決断力っていうのはやっぱすごいなと思います。講師ともに菅選手たちがお世話になっている先輩だと思いますけど、そのキャプテンを菅選手はどのようにサポートしていきたいですか？サポートすることないですね。まあ、一人で何でもできちゃうんで、もうお笑いの方からそのピッチの中でのまとめ役とかも、まあ、札幌のエンジンなんで、まあ、プレーでも言葉でも、まあ、チームを引っ張っていくと思うので、まあ、何も言うことないです。もうついていくだけですか？はい。また菅選手といえば、まあ、ゴールパフォーマンスというか、ご自身がゴールされた時は頭を差し出して、そしてまたチームメイトがゴールした時にはしっかりこう叩きに行くというありますけど、今年はどうしますか？疲れてなかったら行きたいですね。まあでも、まあ、小林選手が点取ったら真っ先には行きますけど、まあ、一番やりに行きますけど、まあでも今年も引き続き やっていくと思います。多分ですけど、疲れてなかったら。ちなみにサポーターの皆さんからなんて言われてるか知ってますか？なんか言われてるんですか、あれに対して？名前をつけられてるのは知らないです。スガペチーノって言われてるんです。スガペチーノですか？いいですね。なんかスタバでスターバックスでありそうな、なんか使ってほしいです、スターバックスで。じゃあ正式に、はい、パフォーマンス名はスガペチーノで。全然大丈夫です。自由に何でも好きなように。スガキャノンもまず知らなかったんで俺。たくさんありますね、ご自身のネーミング。なんかいろいろ中途半端な感じですけど出てますね、なんかいろいろ。でもいいですね、なんかそれも楽しめて、まあ、自分のなんか印象っていうのはあんまないんで、これといって、まあ、髪染めたりとかっていうのはあるっすけど、でもまあこれといった印象なかったんで、そういうスガキャノンとかスガペチーノとかなんかつけてくれるのはちょっと嬉しいですね、はい。じゃあそんな姿をスガキャノンからのスガペチーノを今年たくさん見られるように期待してもよろしいですか？期待しておいてください、はい。ありがとうございます。では改めて開幕戦、そして今シーズンへの意気込みを聞かせてください。まあ、ここ最近は開幕戦っていうのは、まあ、あまりうまくいってるような感じではないので、まあ、今シーズンはしっかり開幕から、まあ、勢いに乗れるように、まあ、一人一人が、まあ、しっかり戦って、まあ、自分も個人としても、まあ、ゴールに絡むプレーっていうのをたくさん出して、まあ、入りのところから、まあ、最後シーズンを終わるときには笑って終われるように頑張りますので。